はい、タちャはお、こんにちは、シャメです。本日は、マージマンション、続きをやっていきたいと思います。さて、今日こそ、ダイニングルームに、入れそうかな。これがまだ続いたらね、ちょっと足止めを食らう。隠し部屋、鍵を開ける。三分の三。はい。どうだ次もあるか、ひょっとして。 よしよしよし。これ、いやまだあるかなまだありそうだな <laughs>。う <laughs>、えーん。あ、間違えた。ちょっと待って。えっ、ー、と,とえ、とりあえず、どっちにしろ乾電池が2つ出ないと始まらんので、頑張るか。乾電池が、 出るまでは乾電池うんここぞというときになか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 出ないな一つ目1個入れるかあれ 完成したやつだよね。だよね。光ってるやつ。でた二つ目。で、ちょっと待ってね。引き出しを調べる。はい。あとどれくらいだど、どうだ よかった、足りてる。そんなバカな。ジャーリーおじいちゃんは、正真正銘のスパイで、ずっと潜伏していたってこと。私たちの目と鼻の先におばあちゃんに伝えなきゃ。でも、知っていて隠しているとしたら。あらドレッサーの中で何かが光ってる。また鍵だわ。 というわけで、二つともありますので、引き出しをもう一度調べる。ちょっと待ってね。ってことは、ってことは、一個はいらないか。で、この鍵もいらないね。で、一個はいらない。じゃあ収めますか。引き出しをもう一度。 いや待って、これもいらないなあ売れる結構いい値段で売れるよしよしよし売る今度こそ <laughs> 引き出しをもう一度調べるあれ消えちゃうと思う多分ええー、っと収めるどうだあよしよしよし隠し部屋エリア 完了です。意外と早かったなんここクリアしなきゃダメなやつひょっとするとダイニングルームさっきもらったのってダイニングの鍵だよねだよね <laughs> 自信はないがちょっと待ってね 結構出しちゃおうかあ,あったあったよしよしんうんうんしまっとこうえー、っとじゃあダイニングの鍵ここはねまだケイシースケーティーをこれって収めてもケイシースケーティーってまだできる多分できなくなっちゃうんだよね体力が余ってる時にやるための いきますよ。アンロック。著名人たちとの晩餐をお楽しみください。うわ、知らないアイテムばっかり。新アイテムを見つけましょう。はい、うわぁ、テーブルがまず崩壊してる <laughs>。いやでも待ちに待った。ダイニングルーム。食堂ですね。 この辺は、一回、こっち行ってこようか。何タップかして置いてあったんで <laughs>。おっと、青サメだ初めてだかな多分。へい。この辺りでサメなんて釣れるのかしらマディこりゃとんでもない大物だよ。ぐぐ早く写真を。 と<取>って <laughs>。抱えてるのかな今。サメを <laughs>。マディ。なかなかフィジカルがやばいですね。アルティミット。えい。というわけで、釣った魚の。やばい、魚の数は増えていくのに。まだ、 青鮭に至っては小しかつれてない、中中でキハダマグロは多分大までつれてんだよね。あれ？大がつれてないのかこれ <laughs>？ん？ちょっと大大がつれてないね。 あれでもこれも台まで釣れてるけど、これは、あれど,どういう表示だ、これ。カンパチーも最大が釣れてない。アナゴも45キロ以上が釣れてない。このダイっていう表示は、これは全部釣れてる。ま、イフは。タラも釣れてる。スヌークはまだ全然。 シーラー釣れてる。これも35キロ以上が釣れてるなるほど。えー、っと、それぞれ放り込んでいくか。ぽいぽいぽいと。ぽいぽいぽいと。で、これがやっと回収できる球になった。で、メダルだ やっと1個目だけど、もうあと何十時間後とかにはイベントが終わりますな。今回長靴がね、一回も出てないんだよね <laughs>。うん。こっちも育てるか。 釣竿よいしょ。回収。OKOK。また3ぐらいまではいけるかなそれ以上は厳しいかもしれない。おお。いいぞ。よいしょ。あすごい出る。 そかアルテミットってこんな感じだっけでうんよしこうかあもうなくなったいや貯めといてよかったかもね。 じゃあ。作りますか。うん。これどうにかしたいな。七にして。 にちょっとその前にこっちを整理してからにするか <laughs>。え。なんか計画通りにいかないな <laughs>。よいしょ。 で、玄関前の汚れを掃除する。ここ玄関とは言わんような気がする。<laughs> 入り口付近かな入り口付近の汚れ。ああ。いけるかなちょっと待って。ねえ うーんと。よし。いやあまり良くもないか。うん。よし。しまっとこう。用事があるときまで。さらば。で、 これでもね、もうすぐ作れるんだよね。ここまでいったら、しまってありました。こちら。OK。床に掃除機をかける。OK。 ムービーが。なんて豪華な部屋なのとてもきらびやかに飾り付けられているわ。今はホコリと汚れだらけだけど。腐った食べ物が放置されていたり、ネズミが湧いていたりしないのは幸いね。あそこにいるも、いるのもしかしてネズミ宣件撤回だわあ。結構大きなドブネズミ系だね。いやーうん。 多分、ドブネズミ系だと思うんだよね <laughs>。えーっと。適当に放り込んだために、ね、ここがいっぱいになっている。待って、はたき。はたき。はたき。待って、放り込んだものは、これだね。よいしょ。 しばらく出しとくかはたきはたきうんはたきはたきそろそろできる。 そそろそろ読んいこれのさらに次だなうんー体力右踏み体力じゃあと11秒待ったらこれを使うあと7秒3210で1ンテンポを引いてはい 使う,うーんとうーんとしまう。 まあ、もうちょいでできますな、うん、急にドロップがいまいち。イ りすと謎のの箱箱を取り除くそなん何,何だろうおムービーあ執事のボウルトン家がかつて極めた映画「政治の輝きを取り戻そうとするあなた様の努力もついにここまで来たのですな」。 様々な部屋を修復しておられるのは素晴らしい功績と呼べるでしょうが、ダイニングルームを修復しても無駄かと存じます。ボーモントホールを訪れる人間など二度と現れないのですから。どういうことですかつまり、壮麗なディナーパーティーが毎日のように開かれていた邸宅の姿は、 もう戻って来ないということよ。急にデボラさん <laughs>。ディナーパーティーパーティーやってたんだ。いや、でも別に友達呼んで普通にパーティーすればいいのでは。すごいなんか、なんか、超有名人を招かんでも。せっかく使える空間があるならね。ただ、こんだけのお屋敷だと、 海外って固定資産税ってどうなってんだろうね日本って結構固定資産税高いじゃんいやでもないってことはないと思うんだよねいやでも国によって結構違うって聞くからなさあ戸棚を磨く あ、それ戸棚だったんだ。ああ。うん。よにここでは掃除道具がいるね。いや、まあ、今まで使わなさす,すぎだけどね。<laughs> 待って、何がいるんだっけ。えー、と。 ブラシとスプレーブラシとスプレーなんか使いかけて放り込んであったないね OK あ切れそう <laughs> タップ数が 入れそう、うん。あそういえば昨日言ってたズーム会議ですけどまあちょっと心配してた割には割とスムーズにいったかなズーム会議で。割と得るものがねたくさんありましたのでね。 やってよかったかな、という。いや、でもしばらくね、会議とかあんまりやってなかったけど、久々にやると結構いいもんだな。やっぱ自分の意見をね、あの、思ったタイミングで言えるっていうのはね、あ、今これ言いたいなっていう時に、なんか後でその電話報告の時に言おうとするとね、結構、 あのこと言わなきゃって思っとったの忘れるんだよね。いやー、後から言おうと思うタイミングは、もう、旬を過ぎているみたいな。ミステリーミートの方もね、結構順調に来ておりますね。回収するものは、 ちょっと待っとってね。<laughs> どうしようかな。掃除機作ってきるか掃除機はできないかもしれない。なんか回復使ってまでやるものじゃないかも。 体力切れたらここまでにしておくかこっち側はで向こうに行って魚さんを出すうん珍しい長靴が出た超レア今まで 今回は全然出なかったからね。超レアだよ。こんなこと言ってると連続して出るっていう <laughs> ことになりそうだから、ちょっとやめとくか。お西間和樹。か、か、和樹じゃない。和樹。えっと、スーパーレア。最重量更新です。更新だけどね。 カジキだよね、これまだ1 3キロにも達してないんだよな <laughs> なかなかあこっちそうだこれ使ってもいいよね40体力先に出すかダイヤそしてえー、っとえー、っと うしようあもう切れたのか早っあじゃあ回復しようよいしょまあ取っといてもうしょうがないしなキープする意味はないと思うおおちょっと待ってよ <laughs> こうん、ね。よし。これでレベル3は、大体い,い,いつもこの辺までかなって感じだね。レベル4まで行けたことあったかなかたまにはあったかもしれない。 えーっと。こうじゃん。せっかく回復したんでね。おっと、西間、かじき。おう、74キロまで行ったということは、やっとこの真ん中。 そっか。あと、あと7 0 0ムか。まあ、そううまくはいかんな。なかなか。カジキ。カジキバンバン釣れてるってどういう海域だ。<laughs> やばいな。あと12。 旗。30キロ。あ、これレジェンドだったっけだまげた。あや、クジラか何かかいもっと大きな船が必要みたいね。うん。はた。旗、旗。お二2キロ。30キロ。175キロクラスとかあるんだ。 なるほどね。えー、っと、待ってよ。レジェンドってことは、こうか。こうですね。あ、今回はでも一応全部つ、全部釣れた。ちょっと嬉しいな。前はなんかね、結構、3匹ぐらいはもう、何だったのかなーで終わったからね。<laughs> 釣れずに何も。 ここの3匹のこの空間は何が入ったんだろうなーみたいな <laughs>。そんな状況で終わった。うん、どうしようかなあせっかくだし20回復しとく ?5 ダイヤ使うのもありではあるかなうん、悩む。いや、でもあと20時間後かな 19時間後か。19時間後にまたログインしてくるから、その時に5ダイヤ使うか。多分イベ,イベント終了直前ぐらいで、これをね、再びやってるかなと思います。えー、どうしようかな。掃除機までいけそうな気もしなくもない。しなくもないが、 でもこれも回復しなきゃいけないってなると結構。ま、あい,いや、えー、っと、ちょっと今日はここまでにしておこうか。よし。じゃ掃除機までは作っておこうかね、次回。いや、でも、来たね。やっと、ここまで。あ、でも、あと何ステージあるんだろう、最,最前線まで。あとの 6?7 ぐらいもっと <laughs> ちょっとか、 あんまり先の単語を見てないからさ。何があるのかちょっとちゃんと把握しないけど。いやでもダイニングルームね。いいですね。著名人たちがね。昔は集まっていた。あ、そうか、ダイニングの鍵も入るのか。新たな謎を呼ぶ鍵です。他は。これはね、回収。回収しちゃうかな。<laughs> 回収しちゃうか。置いといてもしょうがないかな。どんな植物も優しく守る頑丈な鉢この辺もね、どれだったっけなんか回収しちゃえばよかったのになって、後で思った時あったけど。まあ、置いといてもしゃあないか。よし、これで好き。というわけで、あ、あとはこれか。危ない危ない。完全に意識の外だった、これは。 これ最初の2つはね、無料なんでね。余裕があったらね、この140買って、さらに3つ無料になるか違うわ。140出すと、この先全部無料なのかなるほど。<laughs> よし。というわけでご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。